他にございますでしょうか。チームはとりあえず万博の子どもの無料招待の関連で大阪府内の教職員組合の団体3団体がですね、校外学習の前提となる安全を確保されないということで、学校単位の招待の中止を求める要望書を提出されたと思います。その理由について、その万博会場へのアクセスの課題ですとか、爆発の問題など挙げられておりますけれども、こちらに対する知事の受け止めと、今後こういった課題についても深掘りしていきたいということを、この場でも述べられておりますけれども、どのようにその課題について、対応していくお考えでしょうか。まず安全に実施するっていうのは当然のことで、これは学校の無料招待事業に限らず、来場者の皆さんの安全を確保するのは当然ですから、当たり前のことだと思います。ですので、学校招待事業じゃなければ安全じゃなくていいわけも当然なくて、これはもう僕もそうですし、いろんな子どもたちも万博にやっぱり来て、海外の人もたくさん来るわけですから、安全に実施するというのは当たり前の話です。ですので、学校無料招待事業に限った話ではないというふうに思っています。で、ガス事故の件に関しては、原因の報告と、そして対策と、また会議中の対策、専門家の意見を聞いて、しっかりと安全に行うというような協会が発表しているとおりですから、学校招待事業にあるであろうがなかろうがかかわらず、安全な万博を実施するというのは当然だというふうに思っています。それから輸送の等については、課題点の指摘、これをなんとかクリア、より改善できないかということについては、今、さらに検討を深掘りしているところですので、そこは万博協会と、それから大阪府市と教育省が入った輸送協議会がありますので、そこでより、今よりもよりいい方向はないか、改善できるところはないか、そういったところを詰めていけたらと思います。また詰めていくように指示をしていますので、またその改善項目が出てくれば、報告させてもらうということになると思います。で、別件でライドシェアについて伺いたいんですが、これまで要望の中では、それからその教職員組合がおっしゃってるのを全部やめろっていうのも僕はちょっと違うんじゃないかなというふうに思っています。もちろん安全に万博会場が安全であるのは当たり前のことなので、そのために、安全じゃないまま万博をするつもりなんかありません。そして、その教職員組が全部やめろっていうのもちょっと違うんではないかなというふうには思っています。改善点について、改善すべき点については今後より深掘りをして